ビジャデボートは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の西部にある、地区である。コムーナ11に属しており、人口は7万千13人である。ロペデベガ通り、ヘネラルパス通り、サンマルティン通り、フランシスコベイロ通り、ホアキンブイゴンサーレス通り、バイゴリア通り、カンパーナ通りが他地区との境界である。上流階級が多い地区である。 ビジャデボート地区は落ち着いた並木通りに象徴され、ブエノスアイレスの庭とされることもある。デボートアールと呼ばれる低密度住宅地区には裕福な住民が居住している。ウルキサ線とサンマルティン線の二つの近郊鉄道路線が地区を通っている。地区の名称は、かつてこの地域の大部分を所有していたアントニオデボート伯爵に由来する。デボートは、 ブエノスアイレスのエリートの一人であり、第一次世界大戦中にイタリアを支援したことで、1916年にビットオリオイマヌエーレ3世から伯爵の称号を与えられた。1910年代初頭、デボートはデボート宮殿と呼ばれるブエノスアイレスでも最大級の大邸宅を所有しており、ウンベルト一世がブエノスアイレスを訪れた際にはデボート宮殿に滞在した。 この邸宅は、イタリア人建築家のフアン・アントニオ・ブスチアッツォによって建てられ、1万平方メートルをも占有した。邸宅にはイタリアで鍛造された金細工品に彩られた青銅、銀、金などやフィレンツェ製のモザイクなどが飾られた。白爵の称号を与えられてから数ヶ月後の1916年、ブスチアッツォの仕事が終わる前にデボートは死去した。 彼は子孫を残しておらず、彼の遺骨は、ビジャデボート地区にあるサンアントニオデパドア教会堂に安置された。ビジャデボート、スポーツアリーナサッカークラブの CA ヘネラル、ラマドリーは、ビジャデボート地区に本拠地を置いており、プリメーラビーメトロポリターナなどに所属している。以下の人物は、ビジャデボート地区に居住していた経験がある。ありがとうございます。